僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いているものです。本日ですね、ゲームレジェンドというイベントでですね、僕の T シャツと、この本と、そして藤田さんの作った福袋、僕の福袋、全部直売したんですよ。で僕のこれなんとですね、40冊用意してですね、終了5分前に40冊目が売れました。いや完璧だな、これ。世の中を客観視できる能力って本当完璧なんですよ。そしてですね、藤田、肝心のね、藤田さんはね、福袋70個ね、用意したんですけど、その結果どうなったか。じゃあ、藤田さんお願いします。どうも、藤田です。声小さい、声小さい。藤、いや、なんてやっていますけどね、今、お外なんで。お外だと声小さいんですか？いやいやいや、迷惑かかっちゃってください。ちょっと全然ダメです、今のじゃあ。もはい、いつも のテンションがないです。はいはいはい。まあまあ、ちょっともう一回やってください。お願いします。ちょここじゃあ、この自販機の影からやってください。全然いつものテンションじゃないし、おかしい。キレがないって。怒られてます、みんなに。もっとテンション上げてよって、芸人だろって。じゃあ、お願いします。ヒュージだねっす。フジ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 マッハフジ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 マッハフジ決まりました。どうでしょう。あ、藤田さんどうでした今日福袋は。どうですかね。あ、僕を取る感じなんですね。そっち行こうと思ったら。どうでした。いやいやいやね、何なんですかね、はい、あれ。え、何がですか、どうした。いや、まだ結果をまず報告してほしいんです。結果ね、はい、まあ70個200個なんて出しちょっと待ってください、藤田さん。はい。だ後ろになんか、後ろ、あれ、後ろって、ごめん。あれなんですか、ちょっと。あれ、ちょっと、見に行きません？あれなんですか？まあまあまあ、あれですよね。あれ、藤田さん。これちょっとじゃあ説明してください。藤田さん、ちょっと説明お願いします。これ？じゃあこれですよね。これ。はい。こういうことですよ。え？こういうことですよ。どうします？これでも、藤田さん。ちょっと一個じゃあ、試しにどんなものが入ってる。みんなほんとね、お宝をね、捨ててるようなもんですよ。世の中の人間見える目ありませんね。じゃあ、先生買いますか？いや、買わないです。僕も。これで見ちゃうってちょんぼですよ。俺が買うと、俺が開けるとしても買わなきゃダメですよ、これは。ああ。さすがに、それは。じゃあ、いや、でも見たいって言ってますよ、みんな。じゃあ、先生買ってくださいよ。いやー、僕ゴミ持って帰ると嫌なんですよ。いや、捨てればいいじゃないですか。いや、もう一回言ってください。もう一回言ってください。違う。捨てればいい。捨てればいい。じゃあ僕にくれたらいいじゃないですか。じゃあ、いらなければね。え、それって何？ 3,000 円を僕、この後に呼んで 3,000 円また僕に、何ですか？こじきするということですか？とりあえず車に詰める作業だけでもやりません？え、1個見た方が多分いいと思いますよ、これは。1個見ますね。だって、持って帰りたくないですもん。いやいや、だからいらなければ僕もらいます。3,000 円あげるってことですよね。いや、欲しいのとは持って帰ってください。はいはいはい。僕昨日に肉体労働終電までやったんですよ。さあ、気持ちわかるんですけど、はい、これはもうご祝儀みたいなもんじゃないですか、切るって。じゃあお釣りあります？じゃあ、いや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 、1000円足して2個いけばいいじゃん。いやいやいや、です。いやです。みんな見たいですよね。いや、やっぱり、5000円で2個いきます？いや、いらない。本当にいらないですよ。どんだけ出世が。わかりました、じゃあ。1個あげればいいんでしょ、ただで。いやー、でもまたあげますよ。ただでもらって、見たらまた返しますよ。それは持って帰ってもらわないと。だから、でその終電まで頑張ってもらったお礼として1個あげればいいんですね。わかりました、じゃあ。はい。いいんすか？それはいいですよね。これはチョンボじゃないですよね。チョンボじゃないですよね。まあ、ほぼ1日使ってもらって1個あげるってことで。じゃあ、軽いのがいいんだよね。これって本人もわかんなくて絶対なってる。これいきます。僕 L サイズなんで、じゃあこれ。まず、カルチャーブレンドの新品が見えてるんですよ。はい。これはまあ、中あたりね。これですか。中あたりと大あたりって一緒に来ないんじゃないのかなと思って。ファイティングウォーズ。うん。新品ですね、これね。はい。これ、ゲームボーイカラーの、このシールがベタベタについてるゲームボーイカラー。これがハードってことですよね。そうですね、この場合ね。ここに1個ハードを入れるっていうのがあったね。はい、あとは、で、これですね。スーパー三国志2と、スーパーサッカー。まあ、そのあたりはまあ、いっぱいあるこれ、定価にしたらいくらですか？任天堂のゲームも入ってる。あ、これすごいっすよ。ドクターマリオと、ニュータイプストーリーと、うん。エクセリオン。これ結構いいじゃないですか。ドラクエ3。うん。まだ入ってる。ちょっとこれほら、値札もついてるし、180円。ファミリースタジアム88。値札がついてるからいいですか？これ。はい、これすごい。まだあるよ。そしてこれなんですよね。
うん、ゲームセンターの絶対にどこでも着れない色と、すべてにおいてどこでも着れないこの T シャツ、ゲームセンターことはないですよ。そんなことないです。女性も着てくるから。アイラブワンダーサー。いや、これ、うん、そうですね。これ僕着ますよ。ちょめ、まあまあまあいい、ね。結構いいですよ、でも。あ、あとこの、ダービースタリオンです。この輪ゴムとなんか変な毛が。なんで、これ取ってくださいよ、藤田さん。これ、でも、はい、限界がありますよ、あんだけいっぱいあったら。雑巾で拭いてたんですけど。はい。これ絶対藤田さんが詰めたやつですよね。これ俺かな、マジで。だってこんなにシール僕入れませんもん。ああ、そうか、そうか。はい。これシール、サービスのつもりで入れたんでしょうけど。うん、はい。はい。まあ、ありがた迷惑っていうか。で、ありますね。はい。あとですね。はい、こちら、葛飾区亀割。はい。うん、まあまあ意外にいいんじゃないですか。まあ結構いいですね。僕これ思い出深いソフトなんで結構いいです。あ、いいじゃないですか。パワープロ94。玉付き。はい。あ、結構いいじゃないですか。これ、だってさ、これおまけなんですよ、はい、そもそも。はい。わかりますね。そうですね。だって色紙とチェキがあって、はい、そうだそうだ。はいはい、はい。まあ、T シャツはちょっとおまけじゃないかもしれないけど。はい、そうですね。じゃあなんで売れなかったのか考えろっていうか、なんでですかね。うん、でもこれさ、皆さんこれびっくりすると思うんだけど、はい、今日、何個売れたか発表しちゃいます？まあいいです。だって、だいたいわかるじゃないですか。いや、でもわかんないですよ。半分ぐらい売ったんじゃないかな。なんと、はい、41個。お金にして、12万3千円。うん、全然良くないですか？ 12 万3千円。見せてくださいよ、12万3千円、藤田。どこにあるんですか？違うよ、だから。え、12万3千円って。いや、ほら、すげえ、ほら。いいや、マジすごい。違う。実はすごいんですよ、これ。だって、原価はだって T シャツ2枚とか入ってたら、そうですけど、原価で3000超えてるのも多いわけですよ。はい。でも原価とか言ってる、原価値はダメです。もうだってあれは在庫として、藤田さんのところにずっとそのゴミとして蓄積されてるわけですから。原価なんてゼロだろ、詐欺とか書かれてますよ。ゴミが減ったからいいだろ。T シャツをだって、はい、著名人の T シャツを2枚、はい、2枚とかあったら普通6000円ぐらいしますね。まあ、アイアム著名人ですもんね。文化人ですもんね、あれは。うん、じゃあいいんじゃないですか。これカフェベローチェの前でこんなね営業妨害我々しちゃってますけど。じゃあ、もう仕方ないんでこれ、車に詰めます？これどうします？誰か買いたい人いません？これ見てる人で。またイベントやりませんか？これ。どうします？あんまりやりたくないんで、早くこれを手っ取り早くなんとかこのさ、はい、不良在庫のさ、まださ、藤田さんの押し入れに眠ってた方が場所取らなくてよかったですよ。こうやって一回さ、はい、袋に入れちゃうと、出してしまうのが無駄に場所を取ったらしいし、どうします？どうしたらいいんですかね。はい、もう、でも、誰が悪いんですか？僕悪くない気がするんですよ。そうですね、まあまあまあ。僕も悪くない。だって200とか言ってたんですよ、このリスナーの方は。こいつらは嘘言ってだけだ。どうします？じゃあ。70っていい線いったんじゃないですか、だって。いやー、僕ね、うん、正直30かなと思ってたんですよ。前回50だ。じゃあ、そう言ってくれたり。いや、でもさ、そうやって言ったら、また、うん、なんか言うかもしれない。もし30バッて売れちゃったら、うん、ほら、だから言ったじゃない。言いますよ、それは。言いますよね。言いますよ。だから今回は、数に関しては、もう、口をね、紡いでたんです。うん、じゃあ、とりあえず、じゃあ、車に詰める、藤田さん詰めてください。僕、あんまりもう肉体労働がね、まあまあまあ、はい。ダメなんだよね。昨日しかも、そう、そんなに悪い結果ではないだろうと言ってますよ。怒ってますよ、皆さん。買ってくれた41人に対してのね、その、感謝の気持ちがちょっとないですね。いや、ありがたいですよ。さあ、笑顔で、はい。チェキ取ったじゃないですか、一人一人。そうですね。握手して。はい、そうですね。それは、あれは伝わってるでしょうね。伝わってますよね。いや、ありがたいですよ。こんなね、川口まで来てくれちゃってさ、先に後ろから詰めろって怒ってる人います。後ろから詰めるの、うん、あ、まあまあ、そうですね。でも、数が全然減ってるから。はい。じゃあ、これどうします？本当に、計画として今後。これどうするんですか、藤田さん。マジな話、これ帰ってこれ。とりあえず、もうずっと車に積んどく感じですか？いや、そうもいかないですよね。イベントとかあるんで。うん、いつ売るんですか？いつか売りませんか？なんかすごい怒ってますよ、みんな。え？すごいみんな怒ってる。全然来てもないくせに。はい。ハズレしかないんだろ、ゴミ野郎がとか言ってるやついます。そんなはずないのに。そうなんですよね。だって実際に泣く泣く入れたんですよ。そうですよね。OK、うん。まあ、締めましょう、これでじゃあ。はい。今回ね、31個っていう最悪の余りが。でもね、逆を返せば41個売れて、12万ね、3000円。そして僕は11個売ったんで、3万3000円。二人合わせて、しかも僕、5
他の本も売れてるから作らせて、あの会場から20万近くを、いやでもたった1日でボロ稼ぎしてるんですそう、まあ、僕たちの労力ですから、まあまあまあ、うん、まあこの辺でじゃあ以上になりますんで、じゃあ、はい、藤田さん最後なんか